キャッチコピー考えようよ。夢見る太陽、中尾あずま。もうちょっとなんか。なんかないの？なんかさ、コール&レスポンスみたいなのあるよね、アイドルって。なんとかは、うん、みたいなやつね。そうそうそう。なんとかーって帰ってくるやつ、うん。そういうの欲しいね。考えようよ。銘柄は、メビウスでいいじゃん。それ落とすミヤシャル。じゃあ最後にそれ落とすミヤシャルは。ひまちゃんを崖から突き落とす、ドラえもんを崖から突き落とす、海ヤシャルは。ドーラ、どこ？ドーラー、ごめんね、ひまちゃん。死んでくれ。あー、ドーラー、はぁ、ごめんね、ひまちゃん。ごめんね。ちょっと、ドラえもんさん。え、お前は死んでくださいよ、ドン。あ、のび太くーん。ごめんなさいね、ドラえもんさん。じゃあ、11時なんで、終わりまーす。みんな、バイバーイ。またねー。ちょっと最後なんかモノマネで終わっちゃったんで、なんか一言言わせてもらいますけど、なんだろう、みんなのこと大好きでした。二次三次のみんなも、リスナーのみんなも大好きでした。今までありがとうね。私が辞めても、海外に行っても、全国喫煙デーになってもよろしくね。バイバーイ。これでいいかな。あ、スーパーチャットくれたみんなもありがとう。バイバーイ。今度こそね。ケーキ食っちゃおうかな。これ食ったら怒られると思う。多分怒られるよね。最近そういう無茶をね、無茶をしたくなっちゃう、 お年頃。あ、これ椅子になってる、すごい。無茶しちゃおうかな。もう東が引退するときね、一回無茶しようとした。頼む東、何したら引退やめてくれるって話になってね、じゃあ私マイクラも配信で一生しなくていいっていう言ったけどね、ダメだったわ。その犠牲ではダメだった。だからじゃあ分かった。じゃあ一期生ハウス火つけるわって。そういう話してた。ね。やったら残っててくれたかな。まあ私が多分その逆に東は残ったかもしれないけど、私いなくなってたよね、それね。もう一回ちゃんとやっとく。何を？銘柄はーって。あーいいですね。あら、許可取ってあるんで。二人に取んなきゃいけないから。聞いとこ、聞いとこ、生聞いとこ。ちゃんとやってね。いくよ。はいよ。せーの、銘柄はー。